まるで夏の着物の炉のようなこの透け感、さらりとした和風な感じも漂わせています。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、ユニクロの新しいものを見せちゃいます。これです。はい、シアーな、ね、シャツ綺麗でしょ。この色を選んできましたね。ちょっと秋口に良さそうなシャーベットカラーの色なんですけれども、で素材がシアーで透けてるので、シアーバンドカラーシャツ、長袖バンドのようなカラーがついてるんで、バンドカラーシャツというふうに言うようです。色はね、ピンクを購入しました。今年ね、なかなかこういう透け感のあるものトレンドになってます。で、うまいなと思ったのが、透け感のあるもので黒いものとか濃いものっていうのは素材が前に出てしまう関係で安っぽく見えがちなのね。だからこういう薄い色の商品として揃えてるのはなかなかユニクロやるなっていう感じで、なんと素材がね、綿 100%、 まるで夏の着物の炉のようなこの透け感、さらりとした和風な感じも漂わせています。だいたいこういうものってオーガンかなって、私前遠巻きに見てて、オーガンジーとかそういう化繊系なのかなと思ってたら、なんとね、綿だったのでちょっとびっくりだったんだけど、これをうまく使って今年らしくちょっとコーディネートしてみようかなと思います。あ、その前に今日の私の方で、はい、ザラで先日購入したロングカーディガンと、それから同じくザラで購入したスリップドレスにレギンスを合わせてみました。というわけで、チェンジ。じゃん、恒例のイネストラッペ30のワンピースと合わせてみました。透け感のあるものの中に黒い色が入っているから安見えになるんですよ。そう、だからぜひともちょっと透け感のあるものの中に黒っぽいもの、濃い色のものをこうやってお召しいただいて、二の腕が細く見える効果っていうのもお伝えしたので、ぜひこういうようなね、着方でアイラインを強調してあげてください。商品だけ見るよりもこうやって着てる方がなんかいいなって、うん、はい、というわけで次。はい、先日宝探しね、990円で購入したこのフレンチ風のスプリングコートの中に着てみました。色味がね、同じ系統なので、この色に合うんじゃないかなと思って合わせてみました。ワンピース風に着ないで、今回は後ろでベルトを結んでみました。中にね、こうやって着ていくのもいいでしょう。その場合もね、やっぱり下にレギンスを合わせてるんだけど、アイラインを作っていただけると、こういうものの中でよりもっとアイラインが強調されるので、安見えができると思います。それで次。はい、今度はね、インナーに白を着てみたよ。白といってもね、オフホワイトだけれども、合わせるのもね、結構綺麗かな。冷えそうな色コーデっていう感じかしら。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。結構使えるね。長かっこ長袖って書いてあるから半袖もあるのかな。ちょっと見てくるね、今度。はい、というわけで、試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。またぜひ見てくださいね。そして最後までご覧いただきありがとうございました。どうぞチャンネル登録、そして高評価、いいねをお待ちしてます。ではバイバイ。